11月5日のケリ姫すやろう。土日なのでザックザック音がを忘れずにと。でゲリラボス続きをやっていこう。あのハート数やりきれっかな。1日1回のチャレンジでどうしようかな。やっぱ会心の上がるドレスを一応つけておいた方がいいかな。メンバーもな、美食家助っ人 NPC にいるからそっちで押した方がいいかな。で割合ダメージ投稿そんなに考えない方がいいか。とはいえ火力があるやつらがそこまでいない。俺が用意できるのはこれぐらいと。まあ運が良ければ1ゲージ減らせるキャプテンをやっぱ連れておくべきか。味方をやらないように。スーパーロボはね何回かやれたけども美食家はやられてしまう。毒が残ってくれるからそれはいいけども、だから大事を取ってちょっと後の方に飛ばそう。船長、宇宙船長は、アスカスーツにしてこれで美食家を連れていく。毒ダメージが相当効いてくれれば嬉しいんだが。で浮いている。へい、ドーナツあったっけ。こうなければ美食家が自給自足するしかないと。だね、エルムリゾートぴょーん。毒を与えて、そして自分は大きくなる、自分一人大きくなる。次の攻撃どうしようかな。おお、いいダメージ。デバフをかけておくか、それとも こんなもんか。昨日やったような気もするけども結局助っ人 NPC 頼みにはなりそうだけども、減りはするけどもって感じだな。おおダメージ量が激しいぜ。こうやってね回復で出れてくれたらっていう感じだけど。じゃあ美食家の攻撃もっと与えられるようにデバフをかけておこう。 5% だけどもされど 5%。 ホムホム地帯の攻撃はじゃんけんの相性悪しのためにあまり通らない。しかし美食家はパーなのでよく通るぜ。そして毒ダメージ、ほう桁数がとんでもないぜ。怖えな、船長飛ばすの怖いんだよな。ただ敵の間近で撃てば、で美食家はこれだけ下がってくれるからこれぐらい間があれば大丈夫か。さあ毒がどんどん溜まっていく。毒 ×7 毒毒ですよ。途中で属性が変わる系じゃなくて助かったな。スフィアそれだからめんどくさかったんだよな。ひょーしかしこれだけのダメージを与えてもだ。そしてめっちゃ出れてる。じゃあこの辺りでようやくキャプテン打ってみますか。クリティカル、おお出ない。でもキャプテン確かパーだったはずだから、ダメージ自体は通ってるんだけども、敵の HP 自体が多すぎて減ってるように思えない。やばいね数値が通常攻撃数値がいくつ溜まってるか当たってるか分かんないねこれじゃ。そして音楽はかっけー。よし攻撃防御 15% ダウンさせてと。よし、おお毒、やっぱ毒ダメージだな。今ちょうど2つ減ったね。1つ削り切ったのと毒ダメージで1つ減らしたってわけな。ジャッジメントもパーなのでパーでねん。お、いいダメージなんだけども
方法もない先のことを考えるとビビたるものに感じてしまう。しかし下のゲージが全然減ってないように感じる程度、そんなぐらいまでじゃなくてよかったぜ。さあ期待の毒ダメージ、毒 ×8 入ってますよ。これさ、コンティニューでさ、どんどんやってたら毒もどんどん溜まってくのかな。そしたら毒ダメージとんでもないことになりそうだな。あー、クリティカル出なかったね。今回は敵が出れてくれてとても助かりましたね。でも今回でもうね、累計いくつ減らしてんだ。まあ 5は確実に減らしてるから 7,8 ぐらい減らしてる。チャレチケは使えないんだよな。このペースだったらって感じかな。なんかいらないドレスがたくさん出てるのが気になるけども、そこなんか強化石とかそういうのにしてくれませんかね。さて、そのあたりでゲリラボスのこいつを頑張って倒したいなっていう。次は月曜日にまたなんか増えるのかな。で、時間制限のあるカラメリゼとかはもうやっちゃいましたので、次の時間になるまで出てこない。それまではこれかな、空を制するもの。これがね、武器経験値とあのドレス経験値がまあまあ美味しいんで、で、これね、撃墜系の装備、それの方が手に入るんで、まだゲットしてないのもあるんで、まあ、ここを回っとくのもありかなという。覚醒食入場禁止だけども対処できる、今までやってきたみんなならきっとクリアできるぞみたいな、いつぞやの攻略本みたいな、そんな発言をしておこう。で、なたりで今日はここまで。また明日。動画のご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録をよろしくお願いします。スマートフォンからの方はページにある登録ボタンを押してください。PC からの方はこちらのリンクからどうぞ。動画を気に入ってくれたら高評価ボタンやコメントもよろしくお願いします。他の動画でもぜひよろしくお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。